中京都トムス 320TJRDC 白ヘルメットのスーパーティーム中村仁。モビリティ中京トムス 320TJRDC 山形出身異次元ボーイ小林陸斗。HFDT with D-MAX レーシング勝利に飢えたハングリータイガーホイデッシュ。オールレッドスタートしました。さあスタートはどうでしょうか。まずは小出旬がいいスタートを決めてトップになっていく。中村はうまくスタートできずに飲み込まれていった。ホールショットはまずは小出旬が取っていきました。3番手スタートの小出旬。2番手に上がってきてますね。その後ろに古谷優雅が3番手、ポールスタートの中村仁はなんとなんと4番手に交代というところです。そして荒尾が5番手、小林もなんと6番手に交代です。さあ野中誠太、今回スタートは決まらずに9番手に交代ということになります。フレデリックのインの野中誠太ブレーキング勝負。ここは野中が前に行きました。ここはポールだったり、これはオーバーテイクがありました。藤原誠がドラゴンをオーバーテイク。抑えていきます。さあ立ち上がり、さあどうだ、未だ並ぶ、未だ並んだ。さあこの先のコカ・コーラコーナーに向かってドラゴンがイン側ですが、未だそこからかぶせていった。ここで抜きました。未だバットを未だがスピンをしています。13コーナーを立ち上がってきてすでにスピン状態で最終コーナーを立ち上がってまいりました。抜群のスタート、3番手からのスタートでした。ここで順位を上げまして、そして待っているのは今シーズン3勝目、野中と並ぶ今季3勝目でこれでランキングトップになりました。第2大会の筒香からの今シーズン参戦になりまして、そして早くもこの第2大会の富士で初優勝になります。ルーキードライバー藤原誠、キャリア初優勝となりました。今シーズン3勝目をマーク。小出旬やりました、超えました。中京トムス 320TJRDC 山形出身異次元ボーイ小林陸斗。トムスレーシングトムス 320TJRDC トヨタの育成ドライバー野中誠太。モビリティ中京トムス 320TJRDC です。白ヘルメットのスーパーティーム、トヨタの育成中村仁。シグナルオールレッドスタートしました。まずは1コーナーに向かって加速ですが、これは小林陸斗がいいスタートを決めていく。野中が出遅れた。そして3番手に早くも上がってきたのは小出旬だ。まずはホールショットは小林陸斗が奪っていきます。その後ろには中村仁がいて、荒川もいますかね。
と引いたような状況にも見えます。逆あるそしてアドバンコーナーに向かっていく3番手は荒尾壮太です。そして荒川がいて小池俊、野中聖太はここまで下がっている。アウト側にですね仕掛けていくような形になりました。ただここではいけなかった。さあランキングトップを争っている2人がですねこの位置での直接対決。そして野中聖太のインナーに触れていく、入ってきました GR スープラコーナー、ラインクロスして今度はインナーフレデリックが最終のパナソニックオートモーティブコーナーを前で立ち上がってまいりました。さあまた近づいてきてストレートの中フレデリックのアウト側に並んでいきます。さあ前に行ってTGR コーナー、ここは守れるでしょうか。なんとか前で行きました。相手のペースが悪いわけではないと思うんですが、あの中さあダンロップアウト側から並んでいく。ここで抜きました野中聖太ですね、何も感じさせないようなそんなハイペースでブレーキングいった。ダンロップコーナー飛び込んだ野中聖太、ここで荒川凛も攻略、ここでポジション上げました野中聖太。さあ今シーズン2度目のポールポジションからようやくキャリア初優勝。さあトップチェッカーを受けます小林陸斗、優勝です、初優勝。そして第10戦に続いてですねこの富士大会2連勝となりました。リフトはさあ2回目のガッツポーズ、初優勝となりました。さあ200戦メモリアルプレートが授与されます、おめでとうございます。それではトロフィーを高々と掲げてください。皆さん大きな拍手をお送りください。 FDP ウィズ BMAX レーシング勝利に飢えたハングリータイガー小出旬、BMAX レーシング324スポット参戦のキリンチ荒川凛、デロイト HTP トムス320トムスの育成古谷優雅、シグナルオールレッドスタートしました。スタートポイントラインスタートを決めたでしょうか。前に入っていきます。そして2番手争いは荒川、そして古谷もいいスタートを決めたようです。ビジュアルコーナー、さあまずはあと1台スピンをしていますが黒いマシンに見えますがどうでしょうか。あ、これは中村陣ですね、中村陣が接触があったかスピンがあったようです。その後ろには今田が順位を上げています。あの中さあズバッと行きましたが、ここで小林をオーバーテイクしていったのが野中聖太です。失礼、中村陣は昨日優勝してないですね。ポールポジションからのスタートという中村陣になります。さてストレート勝負、2番手入れ替わりました。古谷を荒川がオーバーテイクしていきますが、ここも古谷なんとかこらえて粘っていきます。順位を上げています、フレデリックを攻略、順位を上げていますが、フレデリックがインナーにまたポジション、これは譲らない。そして三つどもえ3台並ぶ、3台並んだ1コーナー、野中がアウト側からここは行きましたかね。さてマスタークラス2番手争い、今田がドラゴンを捉えるでしょうか。まだ並んでいます。さあ意地の対決、この2人の戦い、ここはコカ・コーラコーナーでドラゴンがイン側入ってきて、ここはなんとかポジションを守りました。前に出ておきたいところなんですけど、若干ね今野中選手に詰められている。あ、そうですね、野中仕掛けるでしょうか。さあ TGR コーナー、ここで野中行った、野中行った、
悔やまれるとそうですね、それとあと昨日のスタートですよね。そうですね、はい、さ あ今度は小林が行きました。アラオーバーテイク、何かリズムが狂った、そんなアラオに対してここはズバリと行きました小林陸斗です。あただ小林が今度13コーナーで飛び出した。それによって今ですね、またアラオが前に行った状況です。多分その前がタイムフレームであるんで、なんとか詰めろっていうのは姿勢です。さて野中聖太仕掛けていきます。古谷優雅の外側から1コーナー、 TGR コーナーすでに抜いた、その立ち上がりがどうでしょうか。野中聖太が前に行きました。小出旬が最終コーナーを立ち上がってまいりました。この富士決戦一番大きかったのはやはりレース13番手からのスタート成功での優勝、そしてこのレース3もポールポジションからのスタート見事制しました。今シーズン4勝目。そして2番手争いは荒川がなんとか踏ん張った野中3番手。さあどうでしょう、あ2台並んでのチェッカーとなりました。今日タイミングモニター上だと1000分の1秒差でドラゴン選手が前になっているようですけど、はい、さあ小出今シーズン4勝目をマーク、またまた吠えました。勝利に飢えたハングリータイガー